でこれがペットのフードとか、ペットフード、はい、おやつが入ってるんですけど、はい、このベストを着てこれを背負って、はい、これを引くと、はい、猫1匹しか持てないんですよ、はい、あと手がこっちしか空いてない、空いてない、はい、で重いんです、すごく重い、十何キロぐらいある、はい、そう。で、あの火曜日私には非常に非常にもう一回いいですか、か弱い私にはとても大変なのでちょっとこれ災害の時にこの上に猫を連れて持つっていうことは不可能だと思いましたので、うん、おじゃじゃーん、だったらワゴンだ、買いました、すごい。じゃあこれに、はい、何を、あ、猫ちゃん、猫ちゃんキャリー、あ、ちょうどいいですね。多頭飼いの方、これ必需品だと思います。これもうちょっと大きいサイズもあるんですか。そうなんです、これの二回り大きいのを今注文してます。まずこれで注文して大きさを見てみようと思って、はい、もうちょっと大きい方がいいですよね、これ。そうですね、なのであと二回り大きいのを注文してます。ちなみにこのカートおいくら万円ぐらい、7000円弱でした。まあまあ火炎枠でもないですね、はい、で二回り大きいのが1万1000円ぐらい、はなるほどでワンちゃんだったらこれ小型犬だったら4匹ぐらい乗るんじゃないですかね。いけそうですよね、あのキャリーに入れなくて、はい、あ、確かに、はい、うん、でこれだと本当に結構いけるかなと思って、いけますね。猫ワン、ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。地震や大雨、台風など災害の時、ペットはどうしますか？非常持ち出しや備蓄品など、認定 NPO 法人愛媛犬猫の会、高岸千春会長さんとチェック。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫ワンを応援しています。猫ワン、ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院、やってきたのは松山市東野の保護猫カフェ姫猫。案内してくれるのは高岸千春会長さん。認定 NPO 法人愛媛犬猫の会が運営しています。新しい飼い主さんとの出会いを待つ大人の猫さんがいます。保護猫カフェ姫猫、オープンは週に何日ですか。ですね、木曜、土曜、日曜日の、1時半から4時半までです。で、あの入場料は、
入場料としてはないんですけれども30分500円の募金をいただいてます。うん、どんな猫ちゃんに会えるんですか？大人猫、うん、いる子たちが写ってます。手作り感満載、はい、椅子も可愛いでしょ。これもしかして塗りました。同じ思いがいっぱい詰まってます。はい、遊びに来てください。はい、遊びに来てください。待ってます。いや最近本当に地震が多くて怖いですよね。怖いですね。本当に我が身としてね、皆さんに考えていただきたいです。はい、考えなきゃいけないのは分かってるけど、さて何からっていう話ですよ。震災が今まあ起こってまだない今できることって何ですか？そうなんです、うん、ここふみさん見ていただけます？これなんかカルタ取りみたいな、はい、はい、みたいな感じですけど、松山市からはね、こんなにたくさん の、はい、防災に関する、はい、資料が出てるんですよ、はい、これ絶対皆さんのお家に届いてるはずなんです、うん、これは見たことあるけどこれちょっと知らんなってのもありますね、うん、でもこれ実際うちに、うんの家に届いてきたものなので。高岸さん家から持ってきたんですか？はい、あら、このタイムラインもこちらも、はい、松山市の内水ハザードマップっていうのもうちに届きました。でこれら、川洪水って言っても、こんなにたくさんあるんですよ。洪水と高潮での洪水、内水での洪水、はい、それから川別の立岩川、小野川、石手川、重信川別の資料が、はい、すごいこれは、ね、知らんかった。全部各市長、はい、市所とか、うん、もう松山市役所に行けば当然あるんですけれども、はい、いろんな役場とかにもありますので、ね、例えばご自分が石手川沿いの人だったら、うんうん、この石手川沿いをもらってもらって、で中にちゃんとあなたのお家はどこですか、はい、わ地図ですね、はい、すごい。これで、うん、あなたのお家はの危険度がこれで分かりますので、赤いとこほど危険だよってことですか？はい、これドキドキしますね。自分家どうなのか、でもこれ見てみないと、はい、安全だと思ってた小さな川が、うん、はい、ね、うん、洪水するかもしれないので、ぜひあなたの地区も危ないですよっていうことを分かりますから、うん、見ておいてください。そうですね、これいざと雨が降ってきたら豹変しますから、自然というのは、はい、うちは本当に気になります。早くチェックしましょう。これは一刻も早くね、洪水ハザードマップ川別に出ていますので要チェックです。それからこれマイタイムラインっていうんですけど、すごく便利っていうか考えさせられると思うんですよ。マイタイムライン、何ですかこの横文字は、はいはい、地震とか災害が起こる前には何をする、で起こったら何をするとか、家族でそういうものを話し合って書き込んでおけば、うん、いざ災害が起きた時に何をするかっていうのがちゃんとシミュレーションできてますので、用意するものものチェックリストもあります。へー、わ、ね、ここに現金印鑑、保険証、家族写真、飲料水、非常食、お薬、マスク、石鹸、トイレットペーパーなどなど、入れ歯、コンタクト、ヘルメット、懐中電灯、スリッパ、忘れてます、はい、ホイッスル、これ基本的にこれだけはっていうものばっかりですね。そうです、なんか今日ペットの防災のお話なのに、今人間の防災のお話ばっかりしてるんですけど、やっぱりペットを助けるためには、ご自分が助かってほしいので、まずご自分の防災から考えていっていただきたいと思います。まず飼い主が助からないと、はい、ペットどころじゃないですもんね。そうなんですよ、この人間の防災がペットの防災につながります。そしてもう今しかできませんので、準備というの
怒ってしまってから準備なんかできないですからね。はい、うん、はい、こういう地味な話題で今日お送りしているんですが、これ私たちのためじゃないんです。飼い主さんが困るからやってるんですよってことでしょ。そうです、はいはい、ご自分のためにご自分とご自分のペットのために準備をお願いします。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。さて千春さん、今日いろいろとグッズを持ってきていただいたんですが、夜逃げするより多いですね。なんかすぐ夜逃げできそうですね。すぐどこでも行って引っ越し荷物みたいな感じですが、えらい多くないですか？はい、でもね、これだけ必要なんですよ。でも厳選してこれだけってこと？もう本当に私何回も入れ替えて、何回も、はい、でできるだけコンパクトになるように考えたんですけれど、うん、見てみます？私の防災グッズ、千春さんのプライベートのやつもありますので必見です。それじゃあ千春さんの防災グッズ見せてもらいましょう。まずこれですか。まずこれ来ましたよ。これはなんか釣りする人のやっけみたいな。そうなんですよ、ですけど、このベストも本当に2年ぐらい探したんです。もポケットがいっぱいなのが欲しくって探すのに、なかなかポケットがいっぱいなのないんで、これでも少ないぐらいなんですよ。これ何が入ってるんですか？これライトでしょ。ライト、ヘッドライト。ヘッドライト、これつけたんですね、はい、自分で。あ、ここへ、はいはい、いいですね、ヘッドライト、うん、はい、で、これは秘密の明細、遺言書ですね。はい、でこれが寒い時の、あ、銀シャリシート、はい、防寒用の、はい、でなんかあるかなと思って、何ですか？付箋紙、何にでもペタペタ メモ貼れるように、はい、はい、でレインコート、おー、なるほど、コンパクトに、はい、うん、よう入りますね。で一応懐中電灯も、はいはい、ライトつくんですか？もう、あ、バッチリだ。バッチリだ、すごい、はい、結構一ポケットで相当出てくる。でこれが後ろが、あのランタンになる。ああ、両方使える、はい、便利ですね。いいですね。はい、はい、なんかまだ出てくる、片っぽから。それ頭に巻くカーラーじゃないですか？携帯用の下着です。あ、下着が入ってパンツですか？はいはい、すごい、使い捨ての、はい、で今度こっちのポッケ、はい、これがいろいろな化粧水とかキャップとか、歯ブラシとか、バンドエイドとか、はい、サンプル、化粧品のサンプルとかも今ちらっと見えました。そうですね、女性なので櫛、うんうん、はい、櫛も入ってる、はい、歯ブラシも入ってます。衛生用品が右のポケット、はい、胸ポケット、はい、で変なの出てこないよね。でマスク、ちょっとの間のマスク、マスク、はい、はいはい、でタオルハンカチ、タオルハンカチ1枚、はい、へえ、あ、まだなんかあるぞ。いろいろ出てくるぞ。ティッシュに除菌のウェット、あ、はい、
マルヒグッズがいっぱい出てきます。ラジオ、あ、ラジオ、はいはい、あ、ありがとうございますワイド FM 聞けるやつですか。はい、聞けます。ありがとうございます。へえ、ちっちゃいラジオ本当にポケットの容量が今スイッチ入りましたね。あ、なってるバッチリですね。へえ、こんなもんです。はい、これが、まあ、え、ここもファスナーありますよ。あ、は、防弾チョッキみたいな。隠し、隠し。現金。現金大事って言いますね。現金と薬。はあ。ちなみに現金っていくらぐらい持ってればいいんですかね。千円札にしとかないとダメです。あ、細かいやつ。自動販売機とかで使うときに。万円はちょっとね。はい。で、あと小銭は。ここ入れとくと重いので、ええ、リュックに入れてます。ああ、なるほど。お札入ってるんですね。はい。わかりました。いくらか言えません。言えません。そんなとこです。ベストは。このベストちなみにいくらぐらいで買ったんですか。バーゲンで。バーゲンで。1500円したかな。お買い物上手すぎる。はい。どこで買ったんですか。ワーク。ワークマン。はい、行ってみようあのこれベストだと、まあ、冬でも真夏でもさっと羽織れるからと思って、あの薄いのを、はあ、あ、本当だ、後ろメッシュみたいになってる、はいはい、で後ろあのこういうのを探してて、はあ、やっと見つけて買いました。これいつもどこに置いてるんですか、高岸家ではあ、寝室です。すぐパッと切れるように。なるほど、懐中電灯も入ってますからね。はい、バッチリだ。これを羽織って、はい、さあ荷物いろいろ、あ、これが第一リュック、よいしょ、あ、重たそう重たそう、何キロぐらいありますか。あ、背負えない背負えないペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。これ背負ってみるの大事ですよね。よいしょ、よいしょ、で、よいしょ、背負ってみたんです。はい。で、これ背負って、これだいたいあのお水が2本と、はい、まあ、2リットル2本。はい、で、いっぱいあの今まで入れられなかったあのたくさんのウェットティッシュとか、うん、マスクとかトイレットペーパーとかいっぱい入ってるんです。トイレットペーパーも、はい。はい、で。これがペットのフードとか、ペットフード、はい、おやつが入ってるんですけど、はい、このベストを着てこれを背負って、はい、これを引くと、はい、猫1匹しか持てないんですよ、はい、あと手がこっちしか空いてない、空いてない、はい、で重いんです、すごく重い、十何キロぐらいありそう、はい、であのか弱い私には非常に非常にもう一回いいですか、か弱い私にはとても大変なのでちょっとこれ災害の時にこの上に猫を連れて持つっていうことは不可能だと思いましたので、うん、お、じゃじゃーん、だったらワゴンだ、買いました、すごい、じゃあこれに、はい、何を、あ、猫ちゃん、猫ちゃんキャリー、あ、ちょうどいいですね、多頭飼いの方これ必需品だと思います。これもうちょっと大きいサイズもあるんですか。そうなんです、これの二回り大きいのを今注文してます。まずこれで注文して大きさを見てみようと思って、はい、
もうちょっと大きい方がいいですよね、これ。そうですね。なので、あと二回り大きいのを注文してます。ちなみに、このカートおいくら万円ぐらい？7000円弱でした。まあ、火炎枠でもないですね。で、二回り大きいのが1万1000円ぐらい。はい。なるほど。で、ワンちゃんだったらこれ、小型犬だったら4匹ぐらい乗るんじゃないですかね。いけそうですよね。キャリーに入れなくって、はい、あ、確かに、はい、うん、でこれだと本当に結構いけるかなと思って、いけますね。もうこれの中身をもうこちらに移して、はい、で両手を開ける、まあこれは持ちますけど、うん、これはなしにしようかなと思って、お出かけ猫トイレ、やっぱりトイレを持っていかなきゃダメですかね。何ででもいいんですけど、段ボールとか、はい、あのティッシュの箱とか、うん、ちょっと用意をしてた方がいいかもわからないですね。やっぱり砂みたいなのがいるんでしょうか。はい、あ、で持っていけなかったらもう新聞紙を破って、はいはい、一時的にするとか、はい、何かトイレは用意した方がいいですね。で固まる砂に慣れてる子も多いかと思うんですけど、うんうん、重いんですよ。重いです。で重いので、はい、固まる砂でも、うん、紙の砂だったら軽いから、はい、紙の砂でもいいと思います。よいしょ。これ一応これ段ボールで作った猫トイレ。あ、なるほど、これでいいですね、はいはい、でこの中に必要なものを入れて、はい、あ、なるほど、はい、水入れとフード入れ、うん、いるんだな。でカイロも全部いいですね、はい、で脱走防止でやっぱ洗濯ネットも、あ、洗濯ネット一応用意して、はい、でタオルと、まあ、ゴミ袋、うん、でゴミ袋は人間のと兼用してもいいかと思います。なるほど。でウェットシーツにこの中身の見えないポリ袋、あと首輪とリードですね。あ、ワンちゃんの時、一応猫のためなんですけど、このぐらいだったらね、うん、場所取らないので。なるほど。あとは毛布とか、はい、バスタオル。これ何用ですか？こういうのがないと、うん、やっぱりケージの中で安心できないと思いますので、うんうん、用意しておいた方がいいと思います。はい。で、ペットシーツ。ペットシーツ。これはトイレの下に敷くんですかね。その上にパラパラと砂を敷いてあげると、はい、はい、で新聞紙、新聞紙、はい、トイレにも使えるし何かに使える可能性がある、はい、よいしょ、じゃじゃーん。これが軽いからトイレの砂です。これは木製というか、これ木製になってますね。紙でも木製でも軽い方がいいと思います。でペットフード何日分ぐらいいりますかね。5日から1週間、5日、これ、はい、1週間分、はい、5日から1週間あるといいですね、はい、であと水、これも5日から1週間、はい、普通の水でいいですかね。はい、はい、うん、軟水だったらミネラルウォーターでもいいです。うーん、寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液や
エンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。わかりました。これはまだトイレじゃないよ。はい、あの猫ちゃん、猫って例えば避難所に行った時は猫はどういう状態で暮らすんですか。なんか出てきましたよ、はいはい、ケージは多分ないと思います。ないから自分で持っていかないといけない。自分で持っていく。で、昔は金属製のものしかなかったので、はい、たくさん持っていくのなんて考えられないと思ってたんですけど、こんなやつですよね。はい、はいはい、うん、ですが、はい、おー、じゃじゃーん、2秒。なんか通販番組みたいになってますね。はい、はい、2秒でできますので。すごいな。これ上は開きますし、はいはい、こちらも開きます。おー、いいかも。もうなんか興味津々ですよ、猫ちゃん。こういうの好きですもんね。そう。あ、もう入っちゃった。これは嬉しい。で、閉めとけばいいし。ここにトイレを入れて、はい、で、ベッドにしてあげて、はあ、ベッド敷いて、はい、トイレも入れて、はい、で、餌もあげれて、はいはい、お水も入ります。あ、ちょっと広めですかね、これ。そうですね、うん、でもこれ小さい方です。あ、そうなんですか。これも一回り大きいの私持ってるんですけど、はい、そしたらここに2匹、うんうん、住める。3匹、まあね、3匹いけるかも分かんない。これ2匹入れると思います。猫ちゃん、あのちっちゃなとこにくっついて入るの好きなので、はい、そうですね、相性のいい子だといいんですけどね、はいはい、もう、そうなんや。どうだい、いけそうかい。こちらにも、もう興味津々がいっぱい来てねえ。みんな、こういうの試しとくといいよ。入ってみな。あ、ちょっと喧嘩が始まりそうです。これはいいですね。逃げる恐れもないし、これこれ喧嘩をしちゃダメだぞ。ここが開いてないからね。入っていいよ、入っていいよ。はい、もう一個。お、もう一個。これはホームセンターとかで買えたりしますか。これはネットで、ネットで買ったんか。はい、うん、これまたちょっと、これワンちゃんですか。そうですね。へー、これも2秒で開いたでしょ。早い。うん、これはいい、いいものがありますね、今はね。で、これだったら本当ワンちゃん、小型犬だったら、うん、ね、3匹でも飼ってる人、はい、いけると思います。ワンちゃんの場合はこの中に何か入れた方がいいんですか。やっぱりペットシーツは敷いて、はい、この中で寝てくれる感じですかね。そうですね。で、これ上もありますので、はい、これ猫ちゃんにしても大丈夫です。あ、そうですか。これはチャックがついてるんですか。はい、へえ、ファスナーで、へー、ファスナーで、ファスナーでいける、はい、
なんと便利な。でしょう。これ猫だ。